北斗明は、日本の元女子、プロレスラー、タレント、実業家、女優、芸能プロモーター、YouTuber ーー。株式会社、ケンスケオフィス所属。本名、佐々木久子、旧姓、旧リングネーム、宇野久子。埼玉県北勝鹿郡吉川町出身で、2020年、現在も、同志在住。血液型は、大型。二男の母。 7 0ラム。現在は男子プロレスラー佐々木健介の妻であり、マネージャーでありセコンドであり、健介オフィス代表取締役でもある。愛称は本名の久子に由来してチャコ。リングネームの由来はウルトラマンエースの北斗星氏と尊敬する男子レスラー前田明から。レスラーとしての愛称はデンジャラスクイーン。レスラー引退後は鬼嫁の愛称で知られる。 なお、現役時代は、自称身長が1 6 9トルだったとのことで、プロフィールなどの公表身長は1 7 0トルとしていたと、後に語っている。1967年7月13日、吉川町の農家で生まれる。都内有数の女子伝統校神田女学園中学校を卒業後、持ち上がりで神田女学園高等学校へ進むも、 プロレス会入りのために中退。1985年6月12日、札幌中島体育センターにおける岩本久美子戦で全日本女子プロレスよりデビュー。入門当時は当時の本名、宇野久子をそのままリングネームにしていた。当時、デビュー時代から連戦連勝でデビューからの連勝記録を保持していた。同年の新人王決定トーナメントは準優勝。 年末の女子プロレス大賞では新人賞となった。1986年3月、大阪城ホール大会で先輩のコンドル斉藤が保持する全日本ジュニア王座を奪取。同期では最も早い体感だった。1987年、当時保有していた和は世界タク王座の初防衛戦で小倉由美の仕掛けたロープ2段目からのツームストンパイルドライバーを受けた。 際に、首の骨折る重傷を負い、以後長期欠場を余儀なくされる。骨折した部分は、頸椎の周りの部分であり、回復するまでの数ヶ月間はベッドに寝たまま、首をどうせない状態であったため、かなり辛かったと復帰後のインタビューで語っている。担当医からはレスラーからの引退を勧められたが、本人のプロレスを続けたいという強い意志と、ファンからの後押しで復帰。 1988年には同期の鈴木美香と回廊組を結成し、リングネームを北斗明に変更。1989年3月1日に台風前夜で歌手デビューしている。1990年代に入ると2年後輩の豊田真奈美から北斗お前は一度も私に勝ってないんだからなぁと言われて激怒。豊田 山田敏夫ら昭和62年入門組との世代対決が開始され、女子プロレスの質は飛躍的に高まり、男性ファンが退去して会場に押し寄せるようになる。1992年にヒールに転身し、三田悦子と猛ブ盗賊を結成した。1993年から1997年にかけての団体対抗戦時代に、北斗は全女を背負って戦い、 LLPW のカンドリ忍ブとチミドロの構想を繰り広げてデンジャラスクイーンと呼ばれるようになる。後にカンドリとの試合の契機を聞かれるとプロレス感が決定的に違った。格闘技として単純に強くなることだけを考えてたカンドリが許せなかったんだと思うと述べている。試合後の毒舌マイクパフォーマンスも人気を呼んだ。また国内の活動と 並行して覆面レスラー、レーナ・フブキのリングネームでメキシコのイムルでも活躍したが長期欠場に追い込まれた首などの度重なる負傷が響き悲願だった和は世界シングル王座には手が届かなかった。アントニオ・イノキの主導により北朝鮮で行われたスポーツと平和の祭典でケンスケと出会い婚約。1995年6月4日 ケンスケと結婚した後にフリーとなり、WCW を経て1996年、ガヤ・ジャパンに入団。1998年に長男を出産、一時リングを降りていたが翌年に復帰を果たし、団体内グループである TNDS 及び、卑弥呼を結成し、日本初のママレスラーとなった。その後、親友であり、 自身と同じく幼い子を持つ女性が亡くなったことがきっかけで引退を決意し、2002年4月7日、横浜文化体育館の長与ち草、浜田文子組選において現役を引退。引退直後は、主婦業に専念していたが、2003年の WJ プロレス対談ご苦労する夫、健介を支えるべく、健介のマネージャー役としてプロレス界に吹き、 ケンスケの復活を支えた。また、埼玉の主婦の喧嘩と称して全日本プロレスで試合をすることもある。バラエティ番組などで人気があり、テレビ出演も増加。2007年5月からは、自身の冠番組、北斗、明の鬼嫁運動記者クラブ、北斗、明の鬼嫁運動記者、クラブ勝ち癖に、レギュラー出演した。 2005年11月15日にケンスケオフィスを株式会社化し代表取締役社長として会社経営に携わることとなったプロレス工業とタレントマネジメントを兼ねた会社として運営している2010年にあってはギャルママ雑誌アイラブママアイラブママと味の素の共同企画による携帯サイトママご飯のテレビコマーシャルに登場木口地下 大久原里美、ひなあこという3名のギャルママモデルらと並んでの出演となったこのテレビ CM は同年の6月から全国放映が始まっている2012年 NHK ドラマ10シングルマザーズでの演技について東京 MX5 時に夢中にて岡本夏樹、内藤さとこと深川良が大女優と評した2013年2月12日 自身のブログで、右膝後十字人体損傷、右膝前十字人体損傷の治療のため、休業すると公表した。右膝の人体が切れているため、左足から人体を移植して、再建手術を2月中に行う。入院は1から2ヶ月になる予定で、復帰までは3ヶ月ほどとの診断が出ている。本人曰く、休業期間は蓋を開けてみないとわからないが、1年間の、 休業ということはないですと報道内容を一部否定した。2013年5月21日放送の5時に夢中にて復帰した。2015年9月23日乳がんで入院、右胸全摘手術をすることを明らかにした。9月24日に右乳房全摘手術を受け、29日に液化リンパ節まで転移したがんを取り除いた手術で、 液化神経も取ったことも公表した。数々の名勝負を残してきた北斗だが、前、女時代は万全な体調で、タイトルマッチを迎えることがほとんどなく、何かしらの怪我を抱えたまま強行出場をすることが多かった。手追いの北斗が必死に戦いを挑んでいく姿は、見る者を少なからず感動させた。特に2年先輩のブルナカの1年後輩の アジャコングたちとの絡みでは、クラッシュ引退後の苦しい時期を支えてきたお互いに、対する思い入れの深さが、ひしひしと伝わってくる、情念がぶつかり合う死闘を生み出すことになった。北斗、アキラ、膝治療のため入院ブログで公表、心配しないでください J、キャストニュース。この記事は、以下のカテゴリでも参照できます。霊な吹雪に関するカテゴリありがとうございます。